挑戦やばかったな。怪我しないで終わったのは良かったけど、なんなんだあれは。衝撃的だったわよね。今回はそれらの報道について、そして女子は北朝鮮と決勝で戦うけど、そちらもヤバい件についてまでやるのでぜひ、最後まで見ていってね。女子もヤバいのか。まずは男子の方から見ていこう。アジア大会では日本は香港に 4-0 勝利して決勝に進んだ。問題となったのはその試合の前に行われた北朝鮮戦。2-1 で日本が勝利したんだけど、試合中から数えきれないほどのラフプレイ、さらにはスタッフへの威嚇に、試合終了後には指針に詰め寄ってたしでひどかったよな。勝利よりも怪我しなかったことが本当に良かったと思ったぜ。そう思ってしまうほどひどかったわよね。これは日本だけじゃなく、世界中が衝撃を受けていた。様々な報道を見ていきましょう。北朝鮮の悪質なギャングサッカーに日本が激怒した。日本はFIFAに強力な処分を求めた。サッカーが生まれたイギリスでも批判の対象となっている。先日 JFA が意見書を提出したもんな。さらに、試合後の北朝鮮監督のサッカーの試合では対立がある。我々の行動は受け入れられると思うとのコメントからこう続けたわ。これ、さすがに本気で言ってるわけじゃないよな。北朝鮮は全く反省がない。監督は選手たちの暴力行為を擁護し、さらなる物議を醸している。試合中、北朝鮮の選手たちは露骨に日本の選手たちにファウルを犯していた。ボールを見ずに足にタックルを見舞う選手もいたぐらいだ。イエローカードは6枚も出たが、なぜレッドカードが出ないのかが不思議なぐらいだった。彼らのスポーツマンシップのかけらもない行動には全世界が怒りと不可解さを覚えている。試合開始直後からずっと悪質なファウルしてたわよね。本当に危険なプレーばかりだったよな。開始直後からやってるあたり、明らかに恋だよな。オリンピックやアジア競技大会などの国際大会では、スポーツマンシップがもっと真剣に受け止められるべきだ。日本チームスタッフから水を奪うなど、ありとあらゆる品位のない行為。威嚇のシーンは話題になったけど、北朝鮮側は日本が渡すのを嫌がったからとか言ってるからね。なんでそんな映像という証拠があるのにすぐバレる嘘をつくんだ。それに何もかもがその言い分通用しない。仮に拒否されたとしても威嚇していい理由にはならない。人からもらっといてずうずうしいというかなんというか。スポーツマンシップ以前に人としてどうなの？って思うわよね。イギリスのザさんも北朝鮮について報じていたわ。北朝鮮代表チームが審判を暴行しようとした。衝撃的な事件。北朝鮮代表チームキャプテンのチャン・グクチョルとキム・ギョンソク選手が試合終了のホイッスルが鳴った後審判に強く抗議した。選手らは審判の腕を強く押すなど身体的威嚇を加えた。もうそれ威嚇じゃなくて暴行だよ。審判は後ろに引いたが選手らは彼を捕まえようと追いかけ副審と安全要員らが介入しようと飛び込んだ。北朝鮮代表チームのシン・ヨンナム監督もまた状況を落ち着かせるために直接出て行った。北朝鮮が終始イライラしてたのもだけど、なんで試合後もあんなことに？怒る理由がよくわからん。何が問題だったんだ？決勝点となった PK のシーンに不服だったみたいだけど、あれだけがっつり触ってたら言い訳のしようもないだろう。誰が見てもそうだからどのメディアも北朝鮮を擁護しないのよ。北朝鮮チームが審判を攻撃する場面が全世界に広がった。これを見た誰もが北朝鮮選手の行動を批判した。試合中も試合後も、怒りたいのはこっちだよ。なんで加害者が被害者ずらしてるんだ？監督までこのレベルだからね。今日は誤った宣言で少し興奮したのは事実。指針が公正でなければサッカーに対する侮辱だと考える。あれが少し、興奮した？主審に公正を要求するなら自分たちがまず公正なプレイしてくれ。北朝鮮がやってることこそ、サッカーに対する侮辱だ。ちなみにザさんは PK のシーンについて、キーパーが西川の足を引っ叩いたと報じていたわ。さ、ちょっとイラついてきてたとこに和んだ。これさ、私たち日本人からするともともと北朝鮮という国自体に問題があると思ってたし、そこでこれ。フル代表も対戦控えてるしで厳罰を求めたいよな。でも実際のとこどうなるんだろう。アジア専門ラジオ局、自由アジア放送がこのように報じていたわ。FIFA の懲罰規定では、審判を脅かすなどの行為をした場合に、最低10試合または一定期間の出場停止処分が下される。審判に反スポーツ的行為をしたと判断される場合には、最低4試合または一定期間の出場停止を受けることになる。これは AFC の懲罰規定も同じだ。審判に向かって攻撃的または侮辱的な言語やジェスチャーを使用した場合、少なくとも4試合、または少なくとも3ヶ月間の出場停止が課されると明示されている。また別に、5000ドル約74万円の罰金が追加で課される。これって該当選手だけだろ？出場停止処分なんかほとんど意味ないんじゃないか？特に北朝鮮には。罰金もあまりにも少なすぎてビビる。抑止力としても何の意味もないように感じるんだが。そうね。私も北朝鮮にこの処罰では何の意味もないと思う。ぶっちゃけ選手個人の処分なんてどうでもいい。チームとして何かないのか？例えば次の日本戦を無観客や中立地とか、除外してくれるのが一番だが、どうかしらね。
厳罰と言われるものが適用された過去の例もあるんだけど、サポーターの暴徒化とか選手が審判に暴力とかのレベルのものだから、なんかあんまり期待できなさそうだな。意見書を提出したから、期待せずに待つしかないわね。フル代表もだけど、その前に女子は決勝が北朝鮮戦だよな。これ大丈夫なのか？大丈夫。と、言いたいところだけど、残念ながら男子と何も変わらないわ。なんとなくそんな気はしてたけど、男子と変わらないってのは怖すぎる。そもそも北朝鮮は男子以上に女子の方がめっちゃ強かったりするの。今大会も圧倒的な強さで勝ち上がり、準決勝のウズベキスタン戦はなんと8例の圧勝で決勝まで来てる。そもそも強い上に男子と同じラフプレイも兼ね備えてるから、それは兼ね備えないでくれ。男子のヤバさはみんなわかるところなんだけど、女子の北朝鮮はどうヤバいんだ？基本的に日本と韓国は敵国っていう考えがあるから、韓国にやったことは同じく日本にもやると考えていいと思う。いや、スポーツと政治を一緒にするなって思うけど、もうそういうレベルの話もできない相手だからな。確か準々決勝では北朝鮮と韓国が対戦したはず。そこで何かあったってことか。そう。まあ、韓国の場合って自分たちも同じようなことやってるから、そういう主張してもまたかって思われる。私もそれだったんだけど、どうやらその主張は本当みたいね。韓国のチソヨン選手の試合後コメントよ。今日の試合は本当に、審判の能力と資質を疑うほどの試合だった。サッカーをしてきて、このように不公正な試合は初めてだった。ビデオ判定があったら、退場になるほどのタックルを私も受けた。私も理性を失うかのような試合だった。審判も懲戒されなければならない。北朝鮮とはまたすぐに試合があり、より良い雰囲気に持っていきたかったが難しい試合だった。プレイだけでなく、あまりにもマナーがないのでとても大変だった。確かにあれだな。普段だとまた韓国が何か言ってる。ってなるけど、男子の北朝鮮見たらなるほどと思ってしまうな。この試合では北朝鮮のラフプレイで何度も試合が中断、揉み合いが発生するほどで、韓国の選手が退場になったシーンも疑問の声が出てる。同点の時に退場になり、最終的に 1-4 大敗になった。試合中、北朝鮮の選手はずっと汚い言葉を言っていたそうよ。ぶっちゃけ韓国も変わらないから同情しないけど、これを日本に置き換えて考えるとゾッとするよな。男子のようなラフプレイにマナー違反。さらに審判団もちょっと怖いな。男子の審判団のレベルの低さはみんな知ったと思うけど、女子はこれよりもさらにレベルが落ちる。となると北朝鮮はやりたい放題だろうな。女子日本代表は本当に怪我しないでくれ。やるからには優勝を目指すものだから、これは失礼かもしれないが、正直、優勝なんてどうでもいい。怪我しなければそれで。この大会はそんな価値のあるものじゃないからね。選手の将来の方が圧倒的に大事。なんかすごく悲しいというか残念というか。男女ともに決勝に行って、本来ならば今頃ワクワクして全力応援で優勝したいと思ってるはず。でも今回は優勝よりもラフプレイの恐怖が強い。男子も韓国で危ないが、女子は北朝鮮で特に危険。こんな気持ちで決勝戦を迎えることが残念だよ。だからこそ、北朝鮮にどんな処分が下るかに注目だし、アジアサッカーの問題が浮き彫りになった。変えていかないといけないわよね。選手は全力で優勝を目指す。だから私も全力で応援するが、ラフプレイの不安も抱えながら。これが健全な状況であるはずがないし、このままではいけないよな。そうよね。みんなは北朝鮮についてやアジア大会についてどう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。オーミーポー。